はい、皆さんこんにちは。2018年3月の25日17時24分です。よろしくお願いします。どうもどうも。レバード2、はい、どうもどうも、よろしくです。はいはい、向かって、もういるよ。そろそろ集まり始めるんじゃないかな。あ、この辺コンビニとかない？おじさん、エナジードリンクでドーピングしようぜ。ドーピングないな。コンビニない？横浜の西口ってコンビニない？コンビニない感じ。おしゃれタウン、おしゃれ店しかない。今日はね、格闘技のイベントなんで皆さんよろしくお願いします。はい、ワード2。おー、ミスキー来る？了解です、待ってます。体、俺もほぐしておかないと。はい、わたつ。飲み物、喉渇いたな。この辺でコンビニある？どの辺にある？何分ぐらいで着く？すぐ。歩いてる道中にコンビニってあるの？お疲れっす。おいっす。寒いな、薄着だったな。ちょっと寒いわ。普段部屋の中で T シャツしか着てないからその季節の体感がわからない。お疲れっす。ウェブカメラも買いました、今日の企画のために。海保は来るって言ってたよ。海保も向かって電車の中じゃないのかな。海保来るって言ってたよ。レッドブル飲みたい。レッドブル。あとあれだ、水分補給用の水とかも買わないと。ポカリとか。のんちゃんと海保に会うの楽しみだって。のんちゃんジベタリアンだから今。のんちゃんジベタリアン。
介ワンちゃんの先生だ。ちょうどあと1時間だ。駅前にコンビニがないっていうのはすごくない？びっくりするよね。都会だね。都会だよね。6時半前に着いても大丈夫だけど待つことになるよ。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ゴリラゴリラになってる。あ、止まった。スリさんよろしくです。どうもどうも。ついても大丈夫だけど、待つことになるよ。6時半までここ集合だから全然いいよ。今日試合は1本ありますね。スパーリングは何本かあって試合1本あります。建物の中、いやほら機材がさ今広げちゃって充電中だから こんな荷物なのよ。だから身動き取れないんだ。こういうもう配線とかも繋いじゃって結構大変なのよ。配信しちゃってだからそんなコンビニ行けよと思うけど、なんかそういう行動あるでしょ。これ配信者あるあるなんだよ。いや身動き取れない。レッドブルドーピングそろそろ入れないと。さっき磯丸水産あったっけ。わかんないな。なんか東京よりもなんかごちゃごちゃしてるイメージがある。横浜都会だね。都会浜っ子かっけえわ。なんかおしゃれ横浜。え、のんちゃんさ枠回してて俺買い物行ってくるわ。さらわれないようにね。はい。のんちゃんの方コメント走る。ちょっとお店見ててよ。はい。こんにちは。あ、コンビニある？磯丸水産のとこにコンビニある。咳はだいぶ良くなりました。なんか花粉症で咳が出るみたいで。咳は大丈夫です。和道さんは今買い物に行きました。色はどうかな。色白い。結構白いでしょ。色元カノです。キングさんいらっしゃい。白
分10分ぐらいで和道さんが帰ってくると思うんで、それまでお待ちください。帽子似合う、ありがとう。ちょっと頭ボサボサだったから、ちょっと今日は帽子かぶってきました。こんにちは。和田さん今買い物に行ってて、もうすぐ来ると思います。あ、またメイク配信頑張ります。あ、ハートありがとう。和田さん今買い物中です。もう少しで帰ってくると思います。ちょっとコンビニにレッドブルとかなんか飲み物買いに行きました。はっさくさんこんにちは、やっほー。あ、ゆうさん、あ、着いた、あ、着いた、ここにいます。どこだろう、ゆうさん、ゆうさんここだよ、ゆうさん。今パソコンを持ってる人がのりこです。のりこがここにいる。着いた、ゆうさん、ゆうさん、カラコンしてます。かなちゃんこんにちは。藤田のりこありがとうございます。ハートありがとうございます。こんにちは、ゆうさん、よろしくお願いします。今和道さん買い物に行っちゃってて、はい、じゃあ一緒に待ちましょう。ありがとうございます。リスナーさんが来てくれました。あ、のりこののりはでも天って書いて天子です。のりゆきさんののりののりの方なんで天子でした。こんにちは。こんにちは。メルリマリさんこんにちは。ありがとう。ハートありがとうございます、ひなちゃん。あ、
これなんだろう、桜、桜餅ありがとうございます、ありがとうございます。ロードストーさんこんにちは、エプさんこんにちは、タンゴさんこんにちは、ユウさんこんにちは。ちょっとこれつけてるんですいません、花粉症でまた咳が出ちゃうといけないんで。夢助さんこんにちは、ありがとうございます、ありがとうございます。だんごさんこんにちは、みなさんこんにちは。和藤さん今買い物に行ってます。飲み物とか買いに行ってます、コンビニまで行ってます。カラちゃんこんにちは、あ、帰ってきた、さんこんにちは。ああどうもどうも、よろしくお願いします、よろしくお願いします。この拳で頑張ってください、はい、頑張ります。島書いたここにいます。あどうもどうも、こちらに。あ頑張って、女の人。ちょっと待って、契約書がありえないんだけど、はい、ちょっとみんな契約書渡されたんだけど、ちょっと契約書確認していい？あのさ、サイン書くんだけど、契約書見たい人、契約書じゃ、いい、あこれ隠すの、契約書を 見たい人、しかもまあいいや、契約書をまず手書きなのが意味が分かんないんだけど、契約書用意してくるって言われたからあれだったんだけど、まあここ親指のところ本名ね、相手のポチエムの本名、島津孝光、まあ会場でボクシングのルールで第1条、ボクシングマッチで双方怪我死亡した場合でもお互い責任を取らなくてよい、まあこれは OK、 怪我しても死んでも文句言わないで、俺第2条見てびっくりしたんだけど、みんなちょっと判断してくんない？ボクシングマッチで悪質なルール違反かっこ凶器の使用また法律違反が起きた場合、刑事事件となっても文句言わないって、これどういうこと？俺刺されるの凶器で、俺こんなルール聞いてないんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、第2条にボクシングマッチで悪質なルール違反、凶器の使用または法律違反が行っても刑事事件となっても文句は言えないって、デスマッチやんの俺全然聞いてないんだけど、こんなこと、こいつ凶器持ってるだろ、これちょっと顔写していいの？あのさ、あの書き間違えただけ。いや書き間違え、どう何を言いたかったのこれ。いや刑事、あの凶器、凶器の使用と法律違反があった場合刑事事件になりますよと書きたかったの。そんなの日本国民だったら誰でも知ってるじゃん。なりますよということです。はいはいはい、どうする、これサインする、これで。っていうか別に、例えばポチエムか俺かがナイフで刺したすんじゃん、ボクシングルールで。でもね、これ意味が分かんないの、文句言えないに決まってるだろそんなの。文句は言っていいんじゃないの別に。どういうこと文句を言えないって、それ警察とか裁判所が決めることだから。でまあ他のは大丈夫なんだけど、俺の動画に削除依頼しないとか、あの金銭請求、要はあのギャラもらってもこれ以上請求しないとか、いやありえねえだろ、俺びっくりしたんだけど、ナイフ使っても文句言うなよって言われたんだけど、ダメだろこれどう考えても。いや俺が作ればよかったな契約書。分かった、はい、ちょっと修正しといて、横線引いてって、やっぱみんながダメだって、武器の使用は一切使用禁止するっていう、 あとギャラいただきました、デスマッチなんか聞いてねえぞ俺、ボクシングルールって聞いてたから、なんで殺し合いしないといけないんだよな。あとパンちょっとやっぱ食べるわ、腹減ってダメだからハムカツサンドだけ食べるわ。
考えられないでしょ。え、ていうか閲覧こんなあんの今。さすがのりこ。増えた。増えた。あれっすか、ボクシングの方もあれっすか、見る感じですか。あ、ボクシング好きですよ。あの、この後やるんですけど、見に行きます。あ、もう病院がないじゃないですか。あ、そっかそっか、うん、濡れ足してるんで。あ、そっかそっか、はい、了解っす、了解っす。外泊休暇一回出たんですけど、うん、取り消しになっちゃって、戻ってきてくださいって。え、なんでダメって言われたの。わかんないです。後から連絡入ります。寝カフェで待機中に、あ、入院中蹴られちゃってる。おー、うん、はい、じゃあ僕も人待たせてるんで。あ、本当です、うん、あ、じゃあ頑張ってください。え、構造見えるの、病院で見えます。はい、頑張ってください。じゃあ、ありがとうございました。さやかちゃん、ありがとう。凶器を使ったらっていうかさ、普通の契約書にそんなこと書かれてねえよ。だってさ、法律のことじゃん。ナイフで刺したりしたら、それを判断するのは警察とか日本とか裁判所なわけじゃん。なんでお前が決めるんだって。なんでお前が日本の、まあ、いや、分かったよ。書き間違えただけです。ダメや、絶対なんかナイフ入ってるだろ。持ってません。辰彦にバンテージ巻くときにちょっとチェックしてもらおう。テル、まだ来ないかな。すげえよ。2年ぶりぐらいに会ったけど、やっぱ底抜けのバカだわ。底抜けだわ。グローブの中に鉄の塊入ったら拳が壊れる。いや、殺人 OK じゃなくて、これで例えば俺かボチネームが死んだら事故だよ。これでもしボチネームか俺が死んだら事故。だから怖いんだよ。ひなちゃん、ありがとう。今向かってる？はいはい、了解。いや、全然あるでしょ。もうまあ隔離とか全然あるよ。修正機？いやいや、俺見たことねえよ。いや、これでコピー取るんですよ。違う、制約書って斜線を引くんだよ。これ削っ修正機なんだけど。いや、あ、これでコピーしてくるのね。まさかこれに書かせんのかと思って。聞いたことねえよ、修正液の契約書なんか。いいよいいよ、それでコピー取ってきてるじゃん。マジか、こっち M やべえな。修正液で修正してきたんだけど、車線引いて夏になる普通。マジか。じゃあみんな、ポチエムしばくためにレッドブル入れます。僕にみんな翼を授けてください。ケビドーピングします。ちょっと引くわ。まあ、手書きの時点で俺びっくりしたんだけど、第2条を見た時に引いたわ。一応ギャラは俺2万円もらったんで、2万円で殺し合いしますよ。
交通費3000円、ギャラ2万円もらったんで。相手は手書きだね、うん、リリーさんいらっしゃい。コノ行ったよ。メガネまだレーシックでダメなの、ドクターストップだって。てかタバコ吸いてえな。タバコ吸いたいよね。ゆうさんありがとうね、ありがとうね、会えて嬉しかったよ、ありがとう。あ、ドラムいいね、いいね。これなので、あとテルとの再戦が結構思い出深いん、テルとやれるから。一応でも話聞いたら、ボクシング習ってるらしいよ。あの、ちゃんとした人に教わってるよって言ってたわ。しかもコメントとかじゃなくて、リアルに来てもらってやってるって言ってたから大丈夫だよって。ちょっと安心したわ。テルはやってんのか。ハムカツ食っちゃったわ。腹減って動けないよ。ハムが作っちゃったよ。あのね、いや、どこいるって送ったじゃん。交番前にいるよ、交番前。なんだっけ。横浜西口の交番の前。相鉄線の前だね。写メ送ったところにいるけど。ちょっとこれ持ってたよ、のんちゃん。のんちゃんこれ持ってた。あ、キャンピンだ。キャンピンいるよ。テル。テル人。え、どこいんの。まだ来てない。高島屋の前、高島屋の前の交番だね。金の像があるね。タバコ吸いて。向こうニコ生やってんのか。あ、聞いた聞いた。もう連絡来たよ。七葉さん来た。朝連絡。3時ぐらいに連絡来たかな。3時ぐらいに電話来たよ。おい、お疲れ。痩せたな。痩せたな。え、痩せました。痩せたわ。辰彦痩せたわ。お疲れ
クナです。ジュミです。アゴは太った？アゴ太りました。アゴ太りました。田原です。アゴは太ったね。はい、ここで雑談しようよ。いや、ちょっとトイレ行こうかなと思って。トイレ、はい、あ、じゃあなんかね、はい、あれポチエムいないかな。トイレね、どこにあるか分かんない。荷物置いてけばさ、ここに。高島屋の中に行こうか。こちらでいいよ、こちら。重いね、ごめんね、そこと。うん、行ってらっしゃい。うん、初彦来た。初彦何しに来たんだろう。初彦ね、来てくれたんだ。多分見学に来てくれたんでしょう。達彦は優しいな、優しいな、達彦な。見学に来たんでしょ、多分リア達マッチのいいとこあんじゃん。いや、達彦が来るってね、思ってなかったからびっくりしたよ今。久々あったわ。白い服の方が似合う？何気さん。そう。バックさん、これ。こっちにいたらいい。うん、それちょうだい。それた、あの、通行にひったくられても多分財布とか入ってるから、内側に置いとく。ドレさんはもう一番最初に誘ったけど元から来れないっていう風に言われてたからしょうがない。喜んでいいことです。ドレさんはガン疑惑あるからね。あ、ネタじゃないかんね、ガン疑惑。あの、本当に本当だよ。打ち明け分かんない。まあノリで、まあ要望があったら、多分ね、ヘトヘトに疲れて、まあ鮫島さんとか身内でなんか配信会で飯食うんじゃないかな。テルとかが枠回したらいいんじゃん。俺は今日の企画終わったら何でも OK だから、とりあえず。でもね、2日後にね、生活保護完全マニアの撮影あるから、今月ちょっとバタバタなんだよね、後半で。今度4月の 頭に岡山の仕事決まったから、あの、企業案件ですよ。生まれて初めての企業案件ですよ。企業案件ありがたいよね。だから頭は、あの、そうそう、企業案件いただいて、そう、まあ、企業案件つっても知り合いの社長さんがもう古い配信始める前の、あの、普通にビジネスやり取りしてて、でその社長さん関西で大活躍してて、そうそう、岡山でお店やってるんだけど、そこで配信回してほしいって言われて、そうで、ちょっと仕事の話もあるって言われてて、そう、ギャラも交通費も出すから来てくれっていう風に言ってもらって、で結構面白い話が待ってるらしいよ。まあ、あの、それは当日配信回しながら話しましょうみたいになって、すごいやり手の、確かね、年下なんだよ。同い年か年下なんだけど、すごいやり手の社長さんで、今ね、もう不動産とか、福祉関係、要はあの、なんつうのかな、事業系、あの、なんつうの、事前事業系の事業もやってるし、そう。で、今、バーもやってる。あ、ひなちゃん、ハートありがとう。しげさん、お疲れ様です。そう。で、その、お店の方を見てもらいたい。結構手広くやってるよ。手広く。ねえ、いい感じだよね。
タバコ吸いたいな。こっちこの辺タバコ吸えないの？のんちゃんまた見てもらってもいい？いい？タバコ吸ってきたい。タバコ吸ってくる。和田さんタバコ吸いに行きました。高島屋こいつらって。行くと思います。今日頑張って、あ、パルちゃんこんにちは。こんにちは。3人と和道さん と、私が来てるので、1,2,3,4,5人、6人います。和道さんタバコ吸いに来ました。そう、私も吸いたいんですけど、この辺タバコ吸えるところがないんですよ。なんでコンビニの方までまた行ってしまいました。こんにちは。もうこんばんはになりますね。こんばんは。綺麗になったね。そうですか。ありがとうございます。
本当だ。行っちゃダメですよ。いやいや、ちょっとおしっこ行ってきます。あ、はい、おしっこ。きっと高島屋の中に綺麗なトイレがある。 あ、どうすか高島屋。これあ、これか。何時から？1時半ぐらいだったの。1時半か。結構時間あれだ。よいしょ。いやな。ヒカルがドタキャンしたみたいでね。あ、昨日すごい飲んでたみたいです。あ、まあまあまあ。花火元気よ。すげえ軽いわこれ。めっちゃ軽い。これいくらすんのやろ。これ欲しいな。あれ、タツヒコとかも来るんちゃうのかな、これ。タツヒコさんはさっきトイレに行きました。ああ、なるほど。サメ島は。サメ島さんもまだ来てないです。画質めっちゃ綺麗。あ、オービースなんやなこれ。へえ、すごいな。あれ、画面キャプチャーして、へえ。あ、今駐車場だよ。俺今25歳で今年26。3ヶ月後か。3ヶ月後で26歳。もうちょっと OK です。ナビスカ店ありがとうございます。あ、着いたって。電車で着いた。カムちゃん、なるほど。久しぶりかも、和道と会うの。そうですね、はい、この間家に行ったぶりじゃないですか。 あのピザぶり、ピザぶり、ピザぶり。あ、山ちゃんいらっしゃい。今日俺この格好で戦うから。スタイリッシュ。そう、これでいくか。 G パンでいくから俺。あ、あっちだ。あっちだよ。まだ遅いな。ヤバゾウさん、やっぱ雰囲気は変えていかんと。この方もそうなんですか。あ、そうです。そういう関係の。
終わってからって何か予定あるんですか？いやーどうなんですかね。あこの間なんか温泉、あ温泉行ってきました。どこの温泉だったんですか？佐世保、あれなんか群馬の、はい、ところです。よかったですか？あ伊香保温泉か。気持ちよかったですか？混浴、混浴なんですかあれ？混浴っていうか、なんか時間帯で、はい、なんかカップル風呂じゃないけど、貸切風呂があって、で一緒に入れる。すげえ。群馬県にあるんや。群馬に。群馬県の。回してくれた。イケメン。イケメン。イケメンだな。兄さんだね。イケメンだな。何？いくら？いくらなの？トータルコーディネート。俺なんかもう、うわわわわわわわ。100万円稼いでる男はこんなん着るんだ。何これ何これ。毛皮ですか？何？何何？俺1年前会った時こんなんじゃなかったよ。誰か止めて、誰か止めてって言ってたんだよ。誰か止めて、月8万円しか稼いでへんって言ってた。何これ俳優みたいだよね。なんかオーラまとってるよね。すごいっすね。やばいっす。な、なに？え、なになになに？もう先取り？夏を。おお、お疲れ様です。お疲れ様です。夏を先取り？よろしくお願いします。スーパースター来たよ、スーパースター。兄さん、兄さん。若大将。デブは兄さんよろしくお願いします。デブどっか行った。パチンコ場。パチンコ場。はい。あとは誰？海宝と。悪いか。しっかりしようよ、お前。お前がしっかりしなきゃ。なんか明るいじゃん。いや、いや今日あの仕事終わって、あとはちょっとボードだらけで。え、これだけ？ボチボード。いや、今日は鮫島さんの枠回しだから。のりこ、いいじゃん。顔が変わったね。明るくなりましたね。いいんだよ、いいんだよ。日曜4時だから。バーしなきゃダメ。ワドを支えんだから、お前。お前が一番近いんだよ。でも今日、来いよって言ったんですよ。そしたら、鮫島さん怖いから嫌だ。俺はあなたが怖い。違うからって言ってんのに。俺はあなたが怖い。一番怖いの、のりこ。あ、辰彦です。辰彦です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。説明不要、鮫島兄さん。はい、お願いします。なんか、鮫島さんと初めて会うからって言って、ガチガチに緊張して。な、そうなんね。いらないんだね。ちょっと待って、辰彦大好き。鮫島さんの前でそんなんなの？誰か来た？リアト2。リアト2さっき来て一人帰って、でそこにあのボチゲームのあの仲間の方が何人かいた。リングに上がる前に洗って、あらちゃんと拭いてね。すごい変わったよな格好な。向かって江ノ島の時覚えてる？そう覚えてます。あの時で、あの時全然稼いでなかったのに。ちょっと待って、ぶっちゃけジーパンいくら？ディーゼルショーそれ？いや違う、ディーゼルじゃない。何それ？ハイストリートって。ハイストリートいくら？トータルいくら？そうか。いつもの店だ。これ高いよ。これ高いよ。島村で似たの売ってるから。これいくら？7万ぐらいちゃう。7万？分からん分からん。7万のジャケット。7万こいつ変わったな。見ろよこいつ、なんかさ20年前のエアロミクスやってるおっさんみたいな。これが生主でしょ。これがこれが生主。ダサいくて何か前回鮫島さんも変わりましたよ。言って変わってない。オカリナ、オカリナ、オカリナさんと付き合ったから変わったよ。おしゃれになってるから。用意されたやつを着ないと映されんじゃん。昔だって、鮫島さん昔だったら普通の無印のスウェットだったもん。そうで、サンダルだったもん。で足元とか超おしゃれになってる鮫島さん。スニーカーです。やっぱ男はね、エアロビクスだよね。いや変わるよね。変わるよ格好。確かにワドも変わった。
まあ、よりこそ俺はモンスターエナジードリンク。だいぶ稼げますやん。そうだよ、いやだから、違う、だから、違う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 、缶バッジとか作ってんの、うちわとか、見たべ、缶バッジ。税金対策ですか。税金対策っていうか、違う、違う、違う、そういうことじゃないんだけど、いや、そうやって還元しないと、ちょうだいよ。いや、持ってない、まだ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 、試作品が、結構でかかったっすよね。でかい、だから、思いのが存在感あるなって。あれつけてたら流行りそうだよ。あ、じゃあ分かった。ワドンチ、あの住所知ってるから送るよ。はい、ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。鮫島さん、全配信者の住所知ってそうで怖いよ。じゃあほら、青山はほら、あの引っ越しは。はい、で、お前はほら、あの、お前からどんだけ引っ越しが来ないんだよ。1万5000円くらいかかった。竹のお面が1個下がる。辰彦もっとこっち来いよ。いや、さ、デブに行っとけ。いいから、いいから。もうグレグレさんが辰彦仲間に入れてやるって省いてるわけじゃないから。この手前に組んでんだよ。ねえ。こんなんなってる。汚れすぎてるの、ちょっと。あ、何？光は来ないの？光くんなんか目が、あー。レーシックで。でも、レーシック関係ないけど。それは。関係ない。あーって言ったけど。多分だるかったんじゃないですか。わかんないですけど。飲みすぎて。さっき枠やってた。ビビったんちゃうの。リングに上がることに対してビビったんちゃうんですか。ビビったんじゃないですか。ビビったんじゃないですか。何やかん言うて。ヒカルさん。ね、ビビったんちゃうんすか。うちの青山にやられんのが。ビビったんちゃうんすか。ビビったんちゃうんすか。ねみんな見たかったのに。テレザンビー、あ、俺光ったら光とスパーリングやったるわ。あいつ膝多分床につくよ。マジっすか。間違いない、間違いない。おい、おい光る、あ、聞いてっか、おいこら、お前来いや。俺にビビっとんちゃうの。おい邪魔んのんかい。 MC おい光る、おい来いよ。 MC 待ってっからや。おめえボコすの待ってっからや。煽りますね。え、ミスケついた。どこミスケ。どこ光聞いとんのか。ミスケ手を挙げて、見つけて、開けて。違います、鮫島さん。え、どこだろう。着いたって言ってるけど。いや、しかし変わったね、色気つきやがってさ。前なんかこいつあれだったもんね、なんかビニール袋だったもんね。あ、ほんとだ。なんかカラフルになってる。これもらったんやて。なにそれ、なにそれ。うわ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 、あー、ミニオンね。ミニオン。スパーリング変わった、ね、あー、はじめまして。よろしくお願いします、みつけさん。うっす、いつもありがとうございます。いっす、いっす、いっす。あー。うわ、うわ、え、なにそれ、なにそれ。え、なにそれ。あ、ほんとだ。うわ。え、なに今日、試合着で練習すんの。いや、それはわかりませんね。いや、逆にいるけど。え、グローブとか買ったの。え、グローブは、どうも、違うかな。おーい、たくみさん、お疲れ。あー、いいな、いいな。ゴールコースではない。うん、いいな、いい、全然いい、全然。10、10、10。いや、8だ。10、10、10、10。まあまあ、あ、いいんじゃない。紐出し、しかも。しかも紐出し。スパーリングやったら相手嫌い。こいつはたくみさん、お疲れっす。お疲れっす。たくみさん来たよ。じゃあ、あと解放だけだ。解放くん、解放来ますよ。解放、おい、ヒカルビビっとんちゃうの。おい、ヒカル、おい、おい、ハト行けや、これ。おい、ヒカル、お前のことぶっ飛ばしやったら。ミスケと喋ってて。これ、あの、今配信やってる。おい、光来いや。おい、おい、来い。光ブルってんちゃうの。おい、負けんのは怖いんちゃうんかい。この顔何回かハトロダで見たことある。勝手に離れてこれ有名なやつだ。いや、鮫島さんね、最近すげえおしゃれになったんだよ。オカリナさん付き合ってから部屋も超綺麗だよ。いや、こっち、こっち、それより。いや、これは、これはもう変わりすぎ、こいつ。お前な、ほんとに。だって、あれそう、服屋に入って値札見ないでしょ。見やんだ。何それ。見やろ。なんでお前ガクトみたいな感じにしてるの。逆に見るの。見るでしょ。見るの。見るの。3割引きとかあるの。これええなと思ったやつは買わんの。買えねえわ。買えねえわ。買えねえわ。服なんか島村だわ。自由か島村だわ。島村ですら値札高い。当たり前じゃん。あ、980円だ。ぶっちゃけ先月いくら稼いだのか言ってやって。先月、先月はふわっちだけで、ふわっちだけで190万。うおー、190万。先月はもうだいぶ。あ、まあ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 、毎月。いや、でもあれだからね、グッズ売り上げとさらにグッズとあれがあるから、グッズと直売りがあるから。直売りが、あと、あの枕、枕営業が、枕が7人、70人いるって聞いたことある。枕がすごい。俺、お前の閲覧上回ってんじゃん、70人。
やめてください。僕は閲覧もっとありますよ。いや、違う青山、青山ね。ワドは枕できない、枕できないですよ、僕は。無理だよ、だ無理ですよ。見てこれ、もうこの気持ち悪いでしょ。誰毛深いですからね。気持ち悪いでしょ。毛深いの好きなのにはもうたまんないですから、ね。まあ、のんちゃんとかね、のんちゃんとか鮫島さんのパワーですよ。閲覧跳ね上がる、セルが来て跳ね上がって、だって、ていうか、解放遅えな。あのクソババア遅えな。一番最初に来たよ。古田新太遅えな。古田新太って呼ばれてんの。え、戦うメンバーはこれだけ？いや、そうなっちゃったんだよ。で、ペニーさん呼んだんだけど、ペニーさんもなんか、今日体調悪いから来ないって言って、ヒカル君も来ないってなって。3人、ありがとうございます。ていうか、後ろから。ありがとうございます。ミスケ、ありがとう。俺絶対やらされんじゃん。ありがとう。もしよかったらアイテムください。絶対俺やらされんじゃん。よろしくお願いします。ねえ、ワド君。3人じゃ絶対俺やらされるよ。やりたいの？やりたいのって言ってさ、面積にもうどうしようもなくない？まあいいんじゃん、3人でこってりやっても。いや、まあまあ別にそれでもいい。だからやってる多分相当しんどいよ。いや、しんどいっすよ。絶対に。相当時間あるんでしょ。3人はしんどいよ。そう、もう2分2ラウンド。いや、わかんないけど。2分2ラウンドとかを、まあまあ2分1ラウンドぐるぐる回したりとか。まあまあ、ペース見ながら。いや、俺鬼教官や。ああ、やってくれた。ビシバシでねえみたいな。てか、鮫島さん、MC やる気全然ねえな。何やればいいのか分かんない。俺、格闘技知らないし。あ、まあ、確かに確かに。いや、だから、リスナーさんの米さばいてもらいたかったのに。いや、まあ、それはできますよ。それぐらいなら。家でよかったんじゃないかな、これ。あ、家で遠隔で。スカイプとかで。LINE 通話で。よかったんじゃないかな。いや、来て、ね、来て、やっぱ見たいんですよ。まあ、兄さんのこと。久しぶりやね。久しぶりやね。あ、サル以来、とサル。ほら、この顔、この顔、鮫島軍団さんのこのサムネの顔、さっきの。そうそう、これこれ。おい、光る来いや。おい、光る。おい、青山やっつけてもいいや。お前とはちゃうで、もうこいつ、もう200万近く稼いでる。おい、お前何しとんのよ。いつ店やんねん。光るとは全然。面白いね、鮫島さん、MC で間違いなかったね。言ったよ、間違いなかったね。言うことないわ、あんなやつに。言ったら言ったら。てか、解放、はい、解放。ですね。解放、おっそ。何だ、何だ、あ、いた、交番でいた。いたいたいた、交番で。解放、解放来た、解放、解放、解放いいな。お前また太ったな、解放。うわ、すごいでかい。解放、解放、解放。意外とあれだね、まとまってんだね。なぜかまとまってるって。いや、なんかなんとなく。はい、うん、解放超えたな、なんか。今日。ワドを負けたら、解放のキス、はい、それはそれで、あの顔見て、あの顔見て。いいよね、解放ならね。あの顔解放はほら、恋愛ないから、全然勝てる。すごいな、なんか。じゃあ、わかりました、罰ゲーム用意しました。罰ゲームじゃあ、今から、もう全員揃ったかな。わかります。いや、何人か来るって言ってたんだけど、半もう5分待ってもいいですか、ここで。別に構わないです。もう5分待ちます。で、枠切って移動するんで。じゃあちょっとこの辺にカメラ設置して。そこ落ちるんだよ、落ちますね。その方がいいっすね。はい、下だよ。そうそうそう、ありがとうございます。タバコ吸う、タバコ吸う人、タバコね、タバコ吸う人ない。いや、じゃないんだよ、あれで移動ワイドからどうするの。5分後に移動するから1本吸ってきていい。これは、まあ、いや、じゃあ捨てないメンソールしか、メンソールです。アメスピでしょ。アメスピ、はい、重たいです。ちょっと出ていいですか。ライターはライターはここない。タバコ吸う人ついてってください。解放、解放、解放は売名。今のうちに。あ、ほんまにゃ、解放です、よろしくお願いします。解放、コメントさばきの練習。はい、自己紹介からだね。自己紹介から、解放です、よろしくお願いします、こんばんにゃー。ありがとうございます。先輩よろしく。あ、榴弾つけてますって。発揮より残った。こんばんにゃー、こんばんにゃー、いらっしゃい。どうもどうも、海宝ちゃん見てるよ、ありがとね。あ、海宝と言います。海宝と言います、よろしくお願いします。ひらがなで解放です。解放また大きくなってる。そう、ちょっと太っちゃった。タバコ吸わない、吸えだろ。
海宝 LINE 返したよ。あ、ありがとう山ちゃん。ご無沙汰です。分かってない。今ニコ生やってるか。泡田さんの一番弟子の海宝さんやでって。海保さん、和藤さんの彼女にならないんですか？ならない、ならない。のりこに海保。海保さんのお部屋掃除してきて、そう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 、お掃除、クリーンレディー海保です。クリーンレディーです。和藤ギャルズやべえだろ。デラべっぴんだろ。じゃあ、19時半ぐらいに始まるからね、みんな。19時半。多分ね、これで全員揃ってると思うんだけど、こんな感じでね、今日はやります。格闘技企画、19時半からなんで、こういう場所でね、やろうと思うんでよろしくお願いします。で、もしよかったらね、拡散したいんで、こちらのツイッター、いいねボタンとリツイートお願いします。皆さん、拡散よろしくお願いします。さんのカフさん、あ、よろしくお願いします。ワードです。ガブリエルさん、ガブさん、髪の毛まだ赤には染めてないんだ。まず染めてない、金髪だね。19時半ですね。シャンピンはね、シャンピン何、60のババア抱いて200万もらってんの。やべえやつだな。俺でもあれだよ、47歳の、彼女がいて、レッツノートもらったことあるよ、過去に。でも結構ちょうどいいかもね、人数的に、多分。あ、本当に、うん、人数、この辺で。チーム。あ、こっちへ山さん。この坊主とか。あ、ニコ生の宮さん。あ、宮さん、解放といいます。よろしくお願いします。解放です。よろしくお願いします。シャンピンはババア抱かないの？あ、そう。あとは誰だろう。来るって言ってた人、あと誰だ。いいか。しょうがないよな。試合はね、ポツエム、自己紹介、ちょっと、リスナーさん、誰と試合するのか。はい、どうもどうも、ポチームと言います。よろしくお願いします。今日は和藤さんと対決することになりました。はい、どうもよろしくね。はい、ね、試合の経緯を説明して、なんで試合するとか、分かってないから、はい、試合する経緯ですね、はい、声が小さく多分聞き取れない。試合する経緯はですね、はい、まあ今日でちょっと配信とか離れようとしまして、はい、まあ、それで最後に何かやりたいなっていうことで和藤さんに調整しました。はい、そういうことですね。はい、もう移動しちゃうから、うん、あと数分で、うん、帰りに、はい、どうもどうも、カマセビンです。はい、ね、ロードさん、はい、ね、はっきり喋れるかな。はい、じゃあどうもどうも。よいしょ。まあ、ポチエムとやります、最後。電波少年っぽい、ちょっと。え、いくつだっけ、ポチエム。43だって。でも、俺より多分筋肉の量あると思うよ。腕、後で見せてもらえばいいじゃん。43だから、俺の11個上。大丈夫だよ。ドルさん、年齢関係なく俺より強いんだから。年齢関係ないでしょ。新幹線で移動中、タムタムさん。了解です。現地で待ってます。現地で。新幹線で向かってきてくれてるんだ。すげえ。静岡から来てくれてる。あ、ほんとすごい。静岡からわざわざ来る企画じゃないのに申し訳ないよね。髪型はね、寝起きで、急いできたから、寝癖です、これ。寝癖です、ただの。行きたいけど間に合わない？春さん。どうしよう。
俺の LINE に連絡くれたら今だったら対応できますよ。現地の URL 貼りますよ。俺のふわっちにハルさん LINE が書いてあるんで、 LINE 申請してハルですって、リスナーですって、あのメッセージ送ってください。今だったら送ります。はい、今だったらなんとかなります。鮫島さんとジャンピンだったらやばいことになるでしょ。まあまあ、でも人数がね、今日ね、ヒカルくんがあのダメだってなって、でペニーさんも来るって言ってたんだけど体調悪くなっちゃったみたいで、ペニーさんも来れなくなっちゃったんで、ちょっと3人で回すしかないですね。3人でやります。うん、ジャイロの帝王いらっしゃい。うん、解放解放すごいよ。え、こんばんにゃー、解放です、よろしくお願いします。皆さんフォワッチやんないの？フォワッチはアカウントあるんだけど、なんかニコラマよりもさらに低いっていう。終わったらとつまち、終わった後はとつまちしませんか？終わった後はとつまちしませんか？だって終わった後、終わった後は多分放送とつまちはしないけど、うん、出待ちなら OK だよ。だから会場に来ちゃえばいいじゃん。もうリスナーさんいっぱいいるから大丈夫だよ。うん、だからあの9時半とか10時まで会場にいるから、会場に入ってきていいよ。だから会場の場所メールで送るから。とつもちは多分やんないと思う。みんなでオフ会に行く、メンバーはオフ会に行ったりとか、飲みに行くメンバー飲みに行くんで。ポーカーさ、うん、じゃあ皆さん、どうもどうも、19時半から、格闘技の企画やります。もしよかったらこちらのツイッターね、拡散してください、よろしくお願いします。リツイートといいねお願いします。じゃあそれじゃあ皆さん、また後で会いましょう。